シャーザーさん、アストロズに勢いをつけてしまう。ア・リーグチャンピオンシップシリーズ3戦目に先発も4回5失点。始まりはじまり。ヒューストン頑張れ。テキサス応援。名はもう勝負ありって感じだけど、アはまだいけるだろ、頑張ってくれ。シャーザー来たー。シャーザーからは勝てるだろ。腕大丈夫なんかな。シャーザーの出来がシリーズの命運を分けるような気が。シャーザーは一回り持つ前、どうせ最初からそのつもりだと思う。もうブルペンに交代準備入ってるんじゃね。シャーザーは言っても3回までと予想。よっしゃ、いけるやん。なんだよ、いいじゃん。シャーザーはら、フォーシーム走ってそうだぞ。今のシャーザーならダニングの方がいいと思うが、やはり格を重んじるのか。シャーザーなんか昔の名前で抑えられてるだけで、球速も変化球も今のレベルで見たらしょぼいよな。94マイル出てれば十分じゃないか。まさかの3本。緊張の粘着チェック。カーショーとは違うのだよ、カーショーとは。そういえばアストロズは地区優勝組の最後の砦だな。わら。シャーザー、この回も頼むよ。おじたん頑張れ。盛り上がってまいりました。まあ、こうなるわな。シャーザーの球なんかちょうど打ち頃の球速なんだよな。なぜ打てないのかなぞ。ああ、ラッキーきた。やってもた。今日はレンジャーズがエンゼルス劇場を演じるのかわら。マルドナード嫌いだわ。まさかマルちゃんがわら。やっぱロングリリーフくらいにしとくべきだったな。やはりシャーザーが水差し野郎だったか。シャーザーさん相変わらず。3点ならテキサス打線なんとかなりそう。シャーザーに先発志願されたら断れないか。なんでホームの時はこうなんだ。つうかヒューストンが極端なんだよ。ホーム弱くてロードめっぽう強い。アルトゥーベは目を覚ますのか。失勢を時短きたー。シャーザーダメだねー。シャーザー使えん。今日は勝負あったな。アルトゥーベ起こしたらレンジャーズ厳しくなる。アルトゥーベ PS24 本目か。トップのマニーまであと5本。でも正直ナショナルリーグもあっさり決着つきそうで面白くないと思ってたが、アメリカンリーグはちょっとはもつれる展開になりそうでよかったわ。何が面白くないって、シーズン無双してたオリオールズとブレイブスがおらんことだわ。マジいらねえこいつ、無敗できたのをぶっ壊した。まあ今日明日はアストロズが勝たなきゃつまんないので、これでよし。交代宣告されて納得いってないシャーおじ。ごねてるわら。ホームとは思えないほど元気のなさ観客も。アストロズここからブースターかかりそうだな。